はい、それでは、ドラゴンズオンラインサイン会を、開始させていただきます、本日はドラゴンズオンラインサイン会にお申し込みいただいた方から、抽選で当選された方100名の方に宛名入りのサインをさせていただきます、本日参加していただく選手は、岡田さんと、藤島さん、よろしくお願いします。お願いします。それではサインの方お願いいたします。はい、高いです。はい、秋代さんありがとうございます。これ5秒ぐらい止まってたらいいですか？あ、大丈夫です。あ、OK です、はい、OK です、ありがとうございますはい、鈴木しのぶさん、ありがとうございます。今日マスク、あ、マスクなしでも大丈夫です。あ、取っていいですか？はい、取りますか？すいません、アクリル板もちょっと離れてそれ、あれですか、人間関係としてコロナ的にですか？俺とお前の関係わかるでしょはい、さえさん、ありがとうございます。いや、今日もちょっとコメントを読み上げていかせてもらいます。まず試合お疲れ様でしたというコメントをいただきたいと思います。お疲れ様でした。よろしく、お疲れ様でした。すみません。久美子さん、ありがとうございます。おめでとうございます。鈴木大輔さん、ありがとうございます。ちょっといろいろと読み上げていきたいんですけど、岡田さん、はい、ペンは右なんですね。そうですね、僕右利き多いです。本当に基本的に右利きです。投げるのとお箸ぐらいじゃないですか。ハサミとかはそういうのも右なんで。はい、真帆さん、ありがとうございますいやこれ本名なんですかね。すごいかっこいい。ニックネームも、ニックネームもあるんですか？はい、あの希望の宛名を。あ、なるほど、はい、魔王、皆さんありがとうございます。やっちゃったじゃん、魔王。お二人の関係性はどうですかという。宇野さん、ありがとうございます。まあソーシャルディスタンスぐらいじゃないですか。いやいやいや、女の子結婚障害やった中じゃないですかそこだけでも大丈夫。結構共通点ありますよね。いや、ありますよ。いや、全然ないでしょ。いや、ありますじゃないですか。イケメンコンテスト入ってないよ。あの、ヤングマンゾーンで11位でしょ、確かに。おうおう、シフトはダメじゃん。それだったらベリーの方が良かったです。八重樫としゆきさん、ありがとうございます。みおちゃんね。みおちゃん、ありがとうございます。怪我を乗り越えたという共通点もありますけど、まあ今日甲子園。ここはい、甲子園で活躍されたお二人というか、あ、うん、なるほどなるほどいやもう僕は素直に、僕を優勝したの本当に嬉しいです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。めでたいです僕優勝してないんですけど、ね、でも本当に嬉しいです。はい、ちょうどあのプレーボール同じ時間で、はい、しかも岡田さん投げてる時、相手広岡さんとの対戦ありましたね。ありましたね。確かカウント 1-1 になったかな。あ、そう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 、最初ボールでファウルだったんで、ワンワンの時に思いましたそういや広岡が智弁だったんだ年はあれです、ね、その一瞬だけ頭によぎりました。はい、一瞬だけ見てたんですね。はい、浩平さん、ありがとうございます。大木さん、ありがとうございます。岡田投手はあの、はい、名実況というか、何の実況ですか？甲子園の時の、はいはい、僕は知ってますよ、このまっすぐがありますよ。ああ、なんか熱湯甲子園、ね、ああ、なんか よく言われます、なんかそれどのまっすぐですかと僕いつも言うんですけど光さん、ありがとうございます。藤島さんも大逆転、はい、ありました。はい、まあ僕はセンターフライ打ち上げただけなんですけどね、あの回は。でも7回ぐらいに
ちょっといい？レクちゃん、ありがとうございます。7回ぐらいにタイムリー打ってるんですよ、僕。実は。9回からじゃないですよ。大逆転。ああ、なるほど。実は。で、2番のやつと一緒に言ってます、ずっと。渋谷さん、ありがとうございます。高津さん、ありがとうございます。高津さん2枚あるんですけど、2枚当たったんですか？高津。これ別の人ですかね？別の人かもしれないですね。そうですね。2枚で合ってます。俺も2枚あった。ともきさんも2枚あった。うん、あ、本当ですね。はい。高津さん、大丈夫です。ありがとうございます。ともきさん、ありがとうございます。二人は総主人、リリーフの中 で、ムードメーカー的なお二人とか。全然そんな感じないですよ、僕。ソブさんですよ、完全に。間違いない。試合とはちょっと違いますよね。ゆきこさん、ありがとうございます。ゆうゆう。鈴木龍之介さん、ありがとうございます。ゆうゆうさん、ありがとうございます。ゆうゆうです。いくさん、ありがとうございます。リリーフの防御率もセリーグトップ。好調の要因って中にいるし、僕全然良くないですけどね。本当にすみません、なんかそれ言われるために心痛いです。おたぬきさきさん、ありがとうございます。富士市いいもんね、防御率。いや、僕結構人のランナーばっかり書いてます実は。そういうんだよ。でも、まあ気まずいです。でもこの前、としやさんのランナーは返せなかった。としやさんにこの前助けてもらった。もうちょっと持たれてたね。はい、そういうことです。岡本博之さん、ありがとうございます。ひらがなが汚いんだな、俺なんか。なかなか書くことないって皆さん。やばいっす、めっちゃ汚いっす。藤井英二さん、ありがとうございます。自分風の味を出せない。そういうことっすよね。味っすから、これは。汚いとかじゃなくて。そう。いや、また、森尾さん、ありがとうございます。めぐみさん、ありがとうございます。自分でも、めっちゃ、サイン会ですね。で、サインはどのように考えたんですか？どれくらいの時期に。サインっすか？プロ入る前にまず最初決めるじゃないですか。でもなんか気づいたらこの形になってました。はい、でも最初の頃とは全然違うと思います。はい、気づけばこうなってました。僕も最初と違いますね。2代目っす、これ。2代目。はい。梅のりさん、ありがとうございます。演奏お二人ともご自身の感じを崩してるのか。僕多分そうです。多分って言ってるもんね。僕も感じで藤島です。上野直樹さん、ありがとうございます。久美さん、ありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。大良介さん、ありがとうございます。プロに入って、はい、あえて感激した選手とかいらっしゃいますか？そんな最初皆さんです。はい、間違いないです。自分がなぜこの場にいるのかが不思議なぐらいでした、最初は。確かに。僕もずっとドラゴンの試合見てたんで、愛知県なので、はい、みんなすごく知ってたし、すごかったですね。進化さん、ありがとうございます。
アマチュア時代は憧れの選手とか、今はそういう人です。アマチュア時代、松井秀喜さん。巨人阪神戦がやっぱ関西の動画に映るんで、テレビでよく見てましたね。ピッチャーではなくて、そうですね、なんかバッターばっかりもうやっぱ小さい頃ピッチャーやってなかったんで、そんな影響もあると思います。ちっちゃい頃、ちっちゃい頃ちょっと待ってゆりかさん、ありがとうございます。書いてるじゃん、書いてますね。めちゃくちゃちっちゃい頃の好きだったのは、めちゃくちゃちっちゃいって絶対記憶ないでしょ。めちゃくちゃちっちゃいって言うじゃん。まだまだ小学生ぐらい。小学生小さい頃、めちゃくちゃちっちゃいって言う。高橋由伸さんは好きだった。全然共通ってもないですけど、俺左打ちらしい、外野手らしい。ジャイアンツ高橋由伸さん、なんでなんですかね。そこでドラゴンズの名前言えよって川上健信さんとも強烈なライバル関係というか、そういうイメージもあります。そうですね、確かに。石垣真希さん、ありがとうございます。シュウさん、ありがとうございます。あとどんな質問ですか。いや、どんどん聞きなさい。お二人が来るって決まってから、はい、共通点めちゃくちゃ探したんですけど、はい、ご兄弟。兄と妹です。お兄さん。お兄ちゃん。なんかそう、やっぱり野球やるにあたってこうお兄さんの影響とかあったりするのかなっていう。ああ、僕は逆です。兄はサッカーやりたいって言ってて、僕は野球やりたいって言ってました。そうで、気づいたら兄貴が折れてくれました。だから僕が兄貴を引き連れてった感じですね。そうなんだ。野球しようぜっつって。僕逆っすね。もうお兄ちゃんが野球やってたんで、自然に始めてました。だからもう小学校入ったら野球やるもんだと思ってました。りょうやさん、ありがとうございます。間違えた、くんくん、ありがとうございます。はい、ピッチャーをやるタイミングってさっきお母さんも。僕は中二の冬ぐらいかな、兄貴がちょっと怪我して、ピッチャーがいなくなったんです。まあ、他にもピッチャーがいたんですけど、でそのタイミングで親父からやってみたらいいじゃんみたいな感じで言われてやるようになりました。最初は絶対嫌でした。まあ、小学校も兄貴が1個上なんで、兄貴がずっとピッチャーしてるのをセンターで見てたんですけど、いつも兄貴は親父に怒られてたんで絶対ピッチャーだけはやりたくないと思いました。お父さんコーチだったんですね。あ、そう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 。僕ずっとピッチャーです。野球やってる時からどこでもやってました。土屋達夫さん、ありがとうございます。水野さん、ありがとうございます。やっぱピッチャー向きの性格とかそういうのってあるんですかね。完全不自身じゃないですか。あるんですか。どういうピッチャー向きの僕は性格ってなんですかね。だってめちゃくちゃ大人しそうな人だもん。なんかポーカーフェイス。しんごさん、ありがとうございますって言うじゃないですか。難しいな。何じゃないですか、正直そう。中野真希さん、ありがとうございます。石ですか。ひでさん、ありがとうございます。レインさん、ありがとうございます。藤島投手に、はい、新婚さんで、はい、新婚生活どうですか。いや、いいっすよ。間違えた。あ、なんかまだこれぴったりですか。あ、大丈夫です。あ、ありがとうございます。はい、ずっと好きな人と一緒にいれるっていいですね。シンプルに素敵です。ありがとうございます。ちょっと寒、なんか寒くなってきた。なんですか。僕も恥ずかしい。ちょっと言ったも恥ずかしい。言った。ちょっと冷えてきたな。大丈夫。いや、もちろん冷房でしょ。多分。僕は熱くなりましたけど。素敵やんできて。かも。
あおとさん、ありがとうございます。杉木高政さん、ありがとうございます。奥様の手料理とかで好きなものがあって、まあその質問はちょっと厳しいでしょうね。まあ決めれないですよ。ああ、はい、それは共感、共感です。全部、全部うまい。決めれないですよ。マジでうまいです。全部うまい。ほんとうまい。マジでうまいっすね。いや、マジっすね。例えば、カレーって言うじゃないですか。カレーうまいって言うじゃないですか。この前、カレー作ってくれた時、3種類カレー作ってくれたんですよ。チキンバターカレー、豆カレー、フィッシュカレー。結構本格的なやつですよ。普通カレーって言ったら、カレーじゃないですか。ね、3種類ですよ、ルーで。ありがたいなと。えつこさん、ありがとうございます。村上千尋さん、ありがとうございます。山本から来たんですか。そう。山本さん、山本さん。山本拓真さん。はるきくん、ともきくん、ありがとうございます。山本拓真さん、ありがとうございます。ですね、今年のイケメンランキングについて。はいはい、はい、その質問か。もう権利ないからね。もう権利ないよ。岡田投手は殿堂入りということで。はい、殿堂入り。そうよ。そんなのあるんですか。吉井さん、ありがとうございます。そうそうそう、奥野元則さん、ありがとうございます。殿堂入り、殿堂入りということで。あ、それが質問ですか。はい、来年はもう、はい、アドバイザーというか。アドバイザーですか。はあ、まあ審査員にもあります。審査員、はい、じゃあ票数ちょっと持って。そうですね、あのその現場に僕もちょっと携わろうかな。一人だけいたらいいんですよ。一票が大事っすよ。本当のイケメンっていうものさ。いや、そうっすね。それぞれですか、魅力は。エリちゃん、ありがとうございます。そうだね、それはその通り。そういうことです。僕のことが世界一好きって言ってくれる人がいたらいいですよ。顔かどうかしないですか。ありがとうございます。え、ちょ、ごめん、何言ってるんですか。全然聞いてない。殿堂入りは何言ってもあれですね。でも知ってる、殿堂入りだけどさ、はい、俺、一回も1位じゃないからね。え、ランクインしてる殿堂入りだから。そういうことっすか。そう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 。まあ。まだ1位取ってる。最強の壁があるからね。あれじゃないですか、アドバイザーを。早い早いですね。1位取ってる。1位取るまで。来年も出ようかな。来年も出ようかな。来年こそ待つけど。藤島さんは、はい、こうランキング結果を見て、はい、感想というか、どういう。宮原さん、ありがとうございます。感想ですか。感想は、まあ想定ないでしょ。確かに。そう、そんな感じです。まあそこら辺だろうなと思ってましたけど。ちえちゃん、ありがとうございます。パクソジュンさんも味方によったら。なんでなんね、パクソジュンのはずなんすよ。似てると思うよ、似てると思うんだけど。でもこれ言うと、似てねえわっていう人も絶対出てくると思うけど。めちゃくちゃファンな人に怒られるかもしれない。でも似てるところもあるのよ、本当に。笑った顔とかちょっと似てるかなと、うん、自分で言っちゃうあたりがね、そういうところなんだよ。そういうことだ、それが11位ですか、うん、気をつけます。言ってた方がいいね。リュウタさん、ありがとうございます。トミさん、ありがとうございます。昨日の、あのこの配信中に、はい、選手の方々には明かされてないランキングも伝えられてるというのを明かされたというか。で、それぞれ選手の、ね、上位2人までしか、あ、はいはいはい、まさに発表してないんですけど、
あ、じゃあ自分がランクインされなかったりとか、僕ないですかって言われちゃったってやつですか。で、あの、皆さんは知ってるっていうか、藤島さんも。ああ、なるほど。あの、多分あの、ファンの人には、多分イケメンしか名前乗らないじゃないですか。イケメンじゃない人は知られないじゃないですか。なるほどね。え、でもそれ聞いて最下位とかだったら、めっちゃがっかりしますよ。いや、まあ、それは確かに。酷です。気になるじゃないですかね、見てて。僕、発表する勇気もすごいよね。間違いない。ね。直人さん、ありがとうございます。恐ろしいね、それは。俺だったら絶対聞かんな。ルイさん、ありがとうございます。サキカさん、ありがとうございます。チェックしてる。そうっすね、わかんなくなっちゃった。2人ドラゴンズのチームメイト、同級生って結構多いの。いや、僕少ないっす。僕、キノタクと、いよりだけです。あ、そう。で、西武に行ったルンちゃん、小川だけです。はい。今は3人です。はい。はい、どうですか、やっぱ仲良い。いや、めっちゃ仲いいですね。仲いいっていうか、なんか、なかったら喋ってます。マジで喋ってます。はい。僕4人、僕、まさみ、森、近藤。あ、今年ルーキーいるな。合ってるよ。誰か言ってた。なんか森と近藤は大卒で入ってきてるじゃないですか。僕とまさみは高卒で入った。水谷龍太郎さん、ありがとうございます。水崎さん、ありがとうございます。僕とまさみの方が子供っぽいって言われるんですよね、先輩に。顔っすかね。何なんですか、卒だからですか。そういうことですか、ね、その俺もさ、俺と金田君偉いさや。ああ、確かにな。子供っぽいです。誰がやん、秋の拓が。いや、違います。年さんって年取らないですよね。いや、取ってるじゃないですか。一応誕生日ちゃんと来てるよ、1年2回。そうです、年は取ってるはずやで。1年2回誕生日来てるよ。変わんないですもんね、あの映像と。そんなよくない、体のサイズと。体はもう変わってないかもしれないけど。ハルキーさん、ありがとうございます。ドラキングさん、ありがとうございます。高卒でプロ入り級共通点。ああ、確かに。トシヤさんはドラフト1位です。ハズレね。ハズレ1位ね。誰のハズレですか。優勢、菊池優勢さん。夏美さん、ありがとうございます。僕5位です。ちょっと質問があるけど、ボソって言っちゃいました。上祐介さん、ありがとうございます。なんて、いや、すみません、何度です。1位の話で終わりました。他球団の同級生との交流とかっていうのは、はい、まあ、今はちょっとあれですけど、まあ、僕、あれですもんね、まあ、高校の時に高校ジャパン入って、その中から大体の人プロ行ったんで、大林とか今、まあ、今村ジャパンで言われたけど、今村とかもう本当にいっぱいいます。優勢、筒子も、うん、いっぱいいます。本当に同級生、本当にでもみんな活躍してる人ばっかで、僕完全に置いてかれてます。はい、すごいですね。だから隅から一応同級生だよっていう感じで。はい、同級生の交流、ヤクルトの寺島と、ね、寺島ね、梅ちゃんは仲いいです。梅梅のコロナじゃない時にご飯に行ったりしました。あと広島の坂倉とかも試合前とか結構話すんですけど、大体ヒット打つんですよ。あんまりやかねにせよ。北川さん、ありがとうございます。ここまで言ったら、雪文さん、ありがとうございます。どれくらいだ。はい、ここら辺です。めっちゃ早いじゃん。30みゆさん、ありがとうございます。岡田さん、WBC の時はもう、はいはい、逆に結構下の方だった。 WBC は、千賀、武田、慎太郎、野手やったの、哲と聖也、うん、真ん中ちょい下ぐらいですかね、だったと思います。はい、あの時同級生で一緒に
いないです。いなかったですね。はい。よすけさん、ありがとうございます。いなかったと思います。はい。あ、いたっす、つつご。いたっす、いたっす。大事な人だ。ごめんなさい。岡山出身でしたっけ。そう、もう岡山出身。そう、うん、なんかいいわ。神戸さん、ありがとうございます。何人か知るんですけど、やばいですね。4番忘れとった。みなこん、ありがとうございます。はるなさん、ありがとうございます。藤島投手は佐藤輝明選手とかと同じ人ですよね。ああ、喋ったことないんですよ ね、 ああすね、まだ。バッティング練習とか何回か 見るんですけど、なんか近寄れないですね。なんでですかね。しゅさん、ありがとうございます。格の違い。まあ、でも、いいオーラしてるよね。すごいです。どんな声してるのかな。声マキ、マキとかは喋ったことあるんですよ。DeNA の山本と結構高校生の時からあの仲良くて、で、連れてってもらって、ちょ、山本にマキを連れてきてもらって喋るまで呼ばなかった。そう、でも、そう、佐藤輝明は喋ったことないんですよね。今年中になんとか一声でも挨拶でも信じを取るんですか、ね、どうなんですかね。栗林もいるからね。柴田さん、ありがとうございます。春菜さん、ありがとうございます。さっきもあれ、あっやっちゃったぜ。春菜さん、すいません。え、お前が間違えたの。はい。あ、間違えた。またハッてないです。3枚送りましょう。やばいやばい。しおりさん、さひろさん、ありがとうございます。しおりさん、ありがとうございます。ゆうきさん、ありがとうございます。サインにお二人とも背番号はい、書かれてますけど、背番号に関する入れとか、はいはい、そういうものってありますか。僕11から変わったんで。あ、でも今は、はい、ありますね。21はそうですね。あ、ありますね。あの、どんなところが出るか分かんないですけど。ありますね、はい、自分つけてると愛着湧いてきますよね。なんすかそれ。お前まだ5年しかやってるみたいな。まあ確かにそうなんですけど。やんないっすよ。やんないっすよ。悟った。はい、悟りました。僕入団するとき3つぐらいから選べたんですよ。マジで。はい。54、59、60。おー。んで、なんか不思議。なんか。すごいね。シワさん、ありがとうございます。アヤさん、ありがとうございます。俺、あれだよ、入団会見まで知らんかったよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。あれ、ユニフォーム着てやるじゃないですか。え、てか、シワさん、え、みたいな感じだったんです。ユニフォーム置かれてて、11番で、え、11番、え、みたいな。そうなんだ。なるほど。いや、なんか、その、最初、11番、定時化みたいなのが新聞に載ったんですよ。まあ、確定したわけでもないし、11番って言われたわけでもないので忘れてたんですよ、完全に。え、てか、後ろもそんな感じでしょ。その発表の仕方ありっすね、楽しいっすね。もしかしたら知らなかった。僕、星ヶ丘テラス歩いてると思う。電話で知らされました。名古屋の人なら分かると思います。星ヶ丘テラス。でも分かるよ。分かりますね。あの坂道の。そう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 。おしゃれ。そうそうそう、おしゃれ。由美子さん、ありがとうございます。ちなみに何してたの、その時。その時は、免許取りってなんか、井上さん、ありがとうございます。確か免許、はい、違うかな。あれ、違うか、自動車が。ありますね。あそこを取り入ってる時、確か平張りは教習所じゃないか、あれは。平張りは、試験場です。試験場、はい、いいよ。
もし似てるはそこに僕もすごい。みゆさん、ありがとうございます。大輝さん、ありがとうございます。21番って結構各チームのピッチャー左みたいなイメージですけど、21番誰ですか？21番清宮。あ、清宮、うん、違った今なら今なら広島中崎。おお、ピッチャー全然ちゃうじゃないですか54いますよ、僕、チャップマン。デスパイネ。さあ、ありがとうございます。ゆうかさん、ありがとうございます。からのチャップマン、デスパイネ。巨人。どれ？直江。横浜。メッセンジャーも54です。そうね。松永義弘さん、ありがとうございます。スケットのイメージが出てる。さて、スケットの。スケットのスケット。スケット。加藤さん、ありがとうございます。柴崎さん、ありがとうございます。まだあの YouTube で公開してないですけど、福島投手の髪の色お、茶色っすか。どうなんですかね、ファンの人は。ちょっと聞いてみましょう。違う僕の話をどう思ってるんですかね。聞いてみましょうか。はい、ちょっと気になりますね。ちょっと待って、あの人生で外れて今プリンっていう状態になってます。あ、なるほど。1ヶ月ぐらいですか。もう経ちますか。ちょっと伸びてきたんですよ。あ、次は何色にしようか。一歩さん、ありがとうございます。染めんの早いんだよ、まあ、すいません。としださんは12年目ですか。そう、12年目でこの黒髪やねってすごいっすね。12年目でこの黒髪や、黒髪なんですか、それ。松田選手出発っすよ。似合ってます。あ、もう似合ってます。すごく似合ってます。仕事言うとまた調子のチャイ。大学1年生明日から金髪になっちゃう。大学1年生みたいです。それなんかよく捉えていいのか、何なのか。金さん、ありがとうございます。三つみさん、ありがとうございます。どんどん終わりました。はい。ひろさん、ありがとうございます。先行きやがった。すいません。質問コーナーで答えたら、そういうことですね。あまり知られてない選手同士のニックネーム。あの、医療さんと京田さんが来た時に、ネオ選手のことネッチって呼んで。ああ、ネッチロー。あー、僕ネッチローって呼んでます。ネッチロー。はい。ネッチロー。ネッチロー。え、面白い系の方がいいですかね。アンナさん、ありがとうございます。え、言えないな、俺。面白い系？はい。俺一個だけある。なんすか？誰ですか？ダメダメ。面白くない。まあ、確かにおもろいっす。確かにおもろい。まあ、そんぐらいだったら言ってもいいかもしれないですね。じゃあ、お前が言って。めっちゃ。いいんですかね。いや、これ隠しといた方がいいかもしれないね。ですよね。いや、別になんか悪いことじゃないですよ。うん、おもろいけどみたいな。そう、今は言わない。今は言わない方が。今は言わない方が。じゃあやめておきましょう。温めておいた方がいいです。温めておいた方がいいです。これは大勢さん、ありがとうございます。終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1個ぐらい質問いきましょう。1個、2個、2個、2個、3個でもいいけど、はい、そうですね。え、リアルタイムの質問ですもんね、だって。はい、そうです。そうです。ちょっと今、あの、ネッチローがいっぱい来てますね。なんかまあ、ちょっと聞きたいなということとか。
ニックネームしてるね。藤島さんもトシヤさんって呼んでるのも。ああ、僕、岡田さんって言われることないっすよ。大体みんなトシヤさんですよ。はい。高校の時からそうです。岡田って言われることに慣れてないっす。慣れてない。確かに、確かに。みんな下の名前です。トシヤさん。みんなトシヤさん。うん。こいつ食うなという選手は。こいつ来るな。来る。食う、食う、食べる。食べる。浜田つ。浜田達郎、ね。やばいっす。マジでやばいっす。あれは、うん、すごい。うん、鈴木宏さん。ああ、宏さん。やばいっす。宏、さんが来た、あの、入団した時に、誰だったかな、見知ったんですよ、結構。4、5人で。みんな焼肉食べてたんですけど、一人でずっと僕らが食べ終わっても、ハラミずっと食ってました。ずっとハラミ食ってました。西浜も結構食ってました。西浜さん、懐かしい。天然の選手は構成してて、いますか？天然マタヨシさんそうなの。マタヨシさん天然か本物かは知らないですけど、なんか どういうところでそう思うんですか？行動一つ一つは結構、まあそれだけ目につくって多分いいことだと思うんですよ。はい、面白いですね。面白いです。めっちゃ面白いです。天然か。それこそヒロシもそうじゃない？まあヒロシさんもそうですね。うん、ずっと下半身バキバキ言ってたんですよ。マルクとか。ああ、マルクさん。あ、うん、マルクはまたちょっと違うかもしれないです。お花畑系かもしれないです。ちょっと、ふわふわしてる。先輩なんで、どう言えないです。あ、そうか。独自のあれを持ってます。あ、そうです。はい。同じ中で、祖父江さんはどんな感じですか？祖父江さんですか？いやいや、そのまんまじゃないですか、うん、いつでもどこでもかっこいいですよ。渋いですね。渋い。渋い。僕はちゃんと言ってるじゃないですか、いつもイケメンの時に、選ばれた時に、いや、祖父江さんはマジでイケメンですって言ったこと。あの、アンケートにも書きましたよね、僕。イケメンだと思う人、祖父江さんと。もうガチです。いや、別にゲイとかじゃないですけど。本当に、かっこいいと思いますよ、うん、はい。祖父江さん、かっこいいです。え、どうしようかな。まあ、ソブさんの次に。マジでソブさんかっこいいと思ってます、本当に。はい。よし、これでソブさんのもう一回流れていく。いえ、そっち、こもすってたんですか。先輩としてもこう、ここあれですか、イケメン。いや、もう、イケメンです。浅尾拓也さん、祖父江大輔さん、誰かな、って感じです。うん。でしょ?11位です、僕は。やだ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 、柳さんもイケメンです。柳は本当いいやつですよ。本当いいやつですよ。かっこいいですね。はい、心のイケメンってなんか自分で言ってなんかわーってなりましたけど、うん、いや本当にいいやつですよ。本当にいいやつ。先輩後輩として見てても、うん、本当しっかりしてるし。自分も見習ってないかなと思います。柳の行動を見てると、はい、なんか俺がしっかり見せしてないから、その方がいいですよ。ありがとうございます。では、逆にお二人がやり残したことは、今日のやり残したこと、やり残したこと、最後、ね、残した、甲子園優勝したんですけど、福岡歌ってないっす。あ、え、これもうちょっとわははってなると思ったら、今歌いますかみたいな、なんてやめましょう。歌います。歌いそうした、ビシャンダー歌います。あそこ行って、一人歌ってくるわ。ほら、何この空気。やり残したことですか？ないっすね。いいよ。はい、大丈夫ですか？いや、ありがとうございます。ありがとうございます。では、スクショタイムに入らせていただきますので、はいはい、こちらのカメラに向かって、はい、5秒間、ポーズの方をお願いいたします。ポーズ？はい。何のポーズですか？だったり、ピースだったり、もうこの辺はお任せさせていただいております。じゃあ、それでは。ああ、やんないです。じゃあ、それではいきます。
お願いします。何しましょう。何しましょうね。あ、そうか。何しましょう。考えてみましょう。決まったらじゃあ言っていただければ。何でもいいですよ。何でも付き合います。逆に。何でも付き合います。やはりやっとけば。やんないっすよ。キムしてっていう指ハートどうですかっていう。こうっすか。あ、違う違った、そっちじゃない、すいません。あ、指ハート、こっちアクリル板これ、これこっちでもいい、こっちの方が面白い。あの、ドラゴンズサイトに行ったら、そのクッションとか、あの、僕が一人でやってるやつとか、あの、選ばれた人が乗ってるやつあるんで、ぜひお買い物宣伝が当たり前なの着地がめついじゃないですか。2人でハートしては結構きます。あ、さっきのやつやべえ勘違いしたこと言わんじゃん。今のそういうのじゃない、そういうのじゃない。いいですか、しますか。はい、ではいきます。5 4 3 2 1。ありがとうございます。オッケーですか。オッケーです。なんかイケメンコンテストにログインした気分ですね。バッチリです。じゃあ、じゃあ最後は藤島さんの方から一言いただいて、としやさんの方に。はい。はい。はい、じゃあいつも応援ありがとうございます。もう今日で100試合切ったのかな。100試合目だと。今日100試合目切りまして、あと残り少しですけど、精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後お願いします。はい、今日はこのような時間をありがとうございました。引き続き頑張っていきますので、ドラゴンズの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこれをもちましてオンラインサイン会を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Kiss.